文学館は文学及び作家の作品とその成立にまつわる資料を収集、展示した施設。日本における文学館は個人作家の記念館などが先行してあり、1967年の日本近代文学館の開館をきっかけに文学館の故障が一般化し、作品の肉筆原稿や構造名も掲載紙や書版本。 書館など文学資料の参逸を危惧した要請を受け各地に文学館が建設されている。1995年、文学館同士の情報交換、相互協力のための常設的組織、全国文学館協議会が発足した。中国では、作家の馬金が1980年代から文学館の設置を提唱していた。1985年から万寿寺で、 準備作業が進められ、2000年に中国現代文学館がオープンした。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、あ行か行、産業、単行、な行、は行、ま行、や行、は行,行。ありがとうございます。